シャローム、皆さんこんにちは、レンです。今日もコーヒーとウクレレの時間をお聞きくださりありがとうございます。この番組ではウクレレとともにホッとできる時間っていうのをテーマに演奏やおしゃべりをしています。第57回目の今日はスピッツで春の歌をソロウクレレで弾いてみました。はい、こちらスピッツの春の歌なんですけれども、めっちゃいい曲ですよね。すごい癒される曲ですよね。原曲はもっと速いスピードで歌い上げていくような感じなんですけれども、私ね、そんな速さでも弾けないし、またこの曲ってすごくメロディーが綺麗な曲なので、なんかね、こうバラードっぽく弾きたいなと思ってテンポを下げて弾いてみました。で、楽譜はですね、以前もうね3年ぐらい前にウクレレフレンズさんがですね、ご自身でアレンジしたのをインスタで、弾いておられて、もし弾きたい方いらっしゃったら楽譜あげますよっていう風に言っておられたのを見かけて、あ、ぜひくださいって言っていただいてた楽譜なんですよ。で、いやーすごいな、自分でアレンジできるの、めっちゃ綺麗な曲だし綺麗なアレンジだしと思って、弾きたいと思ってその楽譜をいただいたんですけれども、その時の実力ではですね、全然弾けなくてですねそのまま眠ってしまっていた楽譜だったんです。で、今年の春になって、この春の足音が聞こえてきたぐらいからですね、あ、なんか春の曲を練習したいなって思っていた時に、こちらの楽譜を、発見して発掘というかねそれで、あ、じゃあ取り組んでみようと思って、練習をし始めたんです。で、何としてでも弾けるようになりたかったんで、今回はなので、あのツイッターの方でも、もうこれ練習し始めたから絶対弾けるようになるとか言って宣言したりして、あの自分をこう追い込むっていう作戦で始めたんですね。なんですけど、いろいろワークショップ受けたりとか、自分の中でこう課題曲にしたい曲っていうのがその後何曲か出てきた時に、この春の歌をですね練習するのをもうすっかり忘れてしまっていてね、もうなんかね本当に忘れちゃってたんですよ最近。それでそのままになっていたんですけど、土曜日にですね、今日今これ撮ってるのは日曜日なんですけど、土曜日に、ウクレレプレイヤーの鈴木智樹さんが、今度の、ワークショップの課題曲っていうことで YouTube の方にですね動画をアップされてたんですね。で、それを見てみたら、なんとこのスピッツの春の歌だったんですよ。で、中級のワークショップっていうことなんですけれども、4月の19日だったかな、ちょっと今調べてみよう。日付はね間違えちゃうと、ちょっと大変なことになっちゃうんで、4月の17日でした、ごめんなさい。17日土曜日の、中級者向けのワークショップでこちら課題曲になってるってことで、鈴木さんがアレンジされたものを今日、演奏動画上がってたんですけれども、あのね、その演奏動画めちゃめちゃ素敵だったんですよね。あのやっぱりこの、原曲の通りに結構速いテンポで弾かれてるんですけれども、サビに向かってすごい盛り上がっていくアレンジで、またなんかね、アウトロもなんかすごくいい感じのアウトロがついていて、すごいね素敵なアレンジでした。で、その、模範演奏を、YouTube で聞いた時に、あっ、いっけねって思い出していっけね、私もこれ春の歌練習してんだったと思って、やばいやばい、危うく春をね逃してしまうところだったと思って、春のうちに弾けるようになりたいっていう風にね宣言してたのに忘れてたよと思ってですね、私結構ねコロッと忘れちゃうことあるんで
やばと思ってありがとうございます鈴木さんとか思って思い出させてくれてそれで慌てて、楽譜を取り出して今練習して、とりあえず今のベストで弾き切ったのがこちらでございます。ちょっとね一箇所明確にミスしてしまっているんですけれども、これ以上いい演奏はできそうにないなっていう結構何回も撮ってなのでまあそんなにね言われなきゃ分かんないかなっていう感じだと思うんでラジオではこのまま上げてみようと思って上げてみました。いやースピッツはね本当にいいですね。私ももうスピッツ世代なんでね、なんかスピッツの曲はもう本当にスッと入ってくるというか、もうどの曲聴いてもいい曲だなーなんて思っちゃいますね。それにしても春の曲ってたくさんあるじゃないですか。この間スタイフでですね、生配信をした時も、春の歌ってなんか素敵なウクレレに合うような、曲ないですかねって、リスナーさんに聞いていたら、もう本当にたくさんのね春の曲を教えてくださったんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,30曲ぐらいかな、その時上がって、あすごい春ってこう歌が生まれる季節というか、なんかねすごく特別な季節なんだなって改めて思いました。で私の、うちもですね、この春大きな変化がありまして、一番上の子が小学校に入学したんですね。で本当にね、感慨深いというか大きくなったなーっていう感じでですね、もうなんかこう胸がいっぱいの春なんですけれども、初めて子どもたちの中でね最初に小学校に入学したので、もうねいろいろわからないことがいっぱいなんですね。で子ども自身はすごく小学校を楽しみにしていて、なんかすごい毎日ね楽しく通ってくれてるのでよかったんですけど、自分はね結構緊張しちゃって、まあ子供も緊張はしてると思うんですけど、それより楽しみが上回ってるというか。で私の方はですね、なんか持ち物とかやっぱりまだ親がねサポートしてあげないと何持って行っていいかとかわからないじゃないですか。だからつまりその小学校に忘れ物とかねしちゃうと、まあそれ 100% 親の責任ですよねねえ、なんかね、だからこう自分もねなんか慣れないこの小学校生活に親として慣れていくのが大変というか毎日なんかすごく張り詰めた気持ちで生活をしています。皆さんもね春といえば結構ねお仕事の関係でも変化が多かったりとか、学校の関係でも変化が多かったり、また出会いや別れの季節でもありますもんね。いろいろな、環境の中で、皆さん過ごされていることと思います。まあ、その中でね、少しでも、優しい気持ちになれるような、春の歌をね聞いて過ごすのもいいんじゃないかなと思ったりしました。ということで今日はスピッツの春の歌を弾いてみました。今日もコーヒーとウクレレの時間をお聞きくださりありがとうございました。ではまたお会いしましょう。レンでした。